クロアトリエですよ。どっちもノリノリですか。はい、さあ、アトさんのね、こんな髪型初めて見ましたよ、僕は。なんかえらい曲がってるというか、巻いてるというか、気合入ってる。だってもうこれいつもね、アトリエさんはね、マッシュヘアって感じの髪型してるんですけども、はいはい、はい、もうこれ画面を妨げるものが何もないんで相手ただ一戦のみをそう見据えている、勝負に来てる顔ですね、これは。気合が入ってますよ、はい、さあ、ポケットレッド対ゼロサム。そうですね、ステージは村と町。村町ですか。さあ、ゼニガメ、序盤は水鉄砲をしっかり溜めていく。はい、ゼニガメに対してはそうですね、近接拒否を徹底している黒選手、さすがです。つかみからはまとまったね、ダメージが取られてしまうので、そのつかみ以外を拒否するような形ですね。おお、弱1に反応してつかみ、飛びが分かってますね。ジャンプも咎めると、はい、受け身を取ってる。さあ、 DA 通した後、美味しい運営の暴れを落としましたね。しかしここで不思議そう、逃がさない。ポケモンチェンジはクリフレームを背負ってるよと、しっかりその後の展開も掴んでますね。この崖は怖すぎる。これはさすがにかかん。とはいえ、ミドルリターン。さあ、リザードに変更から、はい、着地が通りましたが、体重が重いのでまだ撃墜はされない。しっかり最後までシールド残している。うまい、ジャストシールドかな、はい、後ろ投げ。今のはね、黒選手がかなりヘッドショットを狙っていった。うまい空母だったんですけど、ジャストシールドで回答にしましたね。あそこはあわや撃墜だったんですけど、ジャストシールド以外助かる道は。これもそうです、本当にうまい。さあ、崖の展開、しかしラインの回復がもう始まっている。多段ジャンプを生かして上から帰ってきますね。思い切りのいい、クーグラで空中潰して掴みを通して崖展開ですね。さあ、後ろ空中当たって激戦には至らない。180、ね、しかし次はない。なんとかして一発当てたいところ。2段目が当たる。そうですね、ジャストシールドがうまいからこそ、空前でジャストシールドに対するタクを黒選手が持ってきてます。やっばかったな、今下手したら空母が当たって撃沈でした。うわあ、うん、それはいや、狙いはめちゃくちゃ良かったですよ。全然笑えるフレドラじゃなかったです、今のは。これちゃんと回避でね、黒選手がかわしましたよ。あれ当たってたら、してればもう下手したら確定しますからね。飛びましたよ。もう前出し読んでる。神置いて、ポケモンチェンジは絶対買ってきますね、はい、うまいぞ。これは大丈夫か。なんとか帰ってくるも崖の展開。いやー、許さないっすね、ポケモンチェンジはフリーフレーム。崖固めがうますぎる。追いつきましたよ。さあ、これはタイミングずらしました。待って、いたが2段目当たらず、うまい、うますぎる。復帰も完璧。ここからはゼロセッサムスの守備の硬さが生きるかなと思いきや、ダイオリクー前じゃなくてダイオリクーエ、うまいですね。クー前で固められるのを嫌ってゼロセッサムス側が飛んだところにクーエを合わせるというお見事でした。さあ、ゼニガメでの差し込みを掴み通している。
100N にはやはり何もないですね。しっかりシールドさせてリスクがない状態でプロ選手が相手に押し付けるような形、接近を横強で拒否る。反転着、やっぱりゼニガメにはね密着展開を作られるとどうしても一気に火力を取られてしまうという特性があるので、取られた後の不思議層が怖すぎる。あーあー、空中当たって撃墜していく。そうですね、あそこでリザードンに切り替えるとその後のニュートラルでの立ち回りが結構面倒くさくなると思うんで、シゲトウで復帰せざるを得ないなーっていうところだったんですけど、深めに食う前で復帰阻止に来ましたね。さっきからポケモンチェンジをこう両対応のような形でポケモンチェンジに技を打っても使った後にまた別の技が当たるみたいな感じで当ててたんですけども、今度はポケモンチェンジを読まずにそのまま食う前、前のめりに当てていきましたね。これが読み合いの妙。さあステージは変わってポケスタ2。さあ序盤の火力稼ぎはクロゼロスサムスが取っているものの、ここから火力が高い、はい、一回掴みを許しちゃうとこうなりますね。結構クロ選手が1試合目はシールド多めの立ち回り、こう相手に掴みが通らないなっていう先入観からくるこうアトリエ選手の技選択だったんですけど、あ、意外とシールド張ってくれるなってことでちゃんと掴んできましたね。ですね、はい、今横スマホールド見えましたよ。さあ上から帰っても上空中で待っていると、はい、フリップとがめるのがうまいですね。これはゼニガメのまま1本取りたいということなんでしょうかね。あるいはポケモンチェンジを普通に変えてきましたね。ポケモンチェンジをなんかこう振り展開をごまかすために一発使うのかなと思いきや、ジャンプ差し込みが分かってましたね。対空空へゼニガメからまた掴んで火力が伸びていく。 35% なら安く済んだ方ですね。相手の火ダメージ補正が高かったんで、なかなかゼニガメとしても大きなコンボをつなげるには至らずっていう感じですか。ジャストシードから掴みを通している。あ、さあ上必殺、これは撃墜する。密着展開をよく見てましたね。軽さゆえ、はい、これはシーソーのまま火力を稼いで撃墜をしたいのか。まあこのパーセントは不思議そうな独断上ですよね。一発当てても撃墜するし、掴みが通ってもそのままセットプレーで撃墜もできるしって感じで。ここでリザード、はい、火ダメ派生が乗ってきたのと、まあ、不利状況だったんでポケモンチェンジで暴れといった形ですね、はい、もう一度不思議そうにしたいんじゃないかな。これはこの着地で使わない。え、やばいよ。うお、撃墜、嘘、軽いっすね、やっぱり軽いっすね、うん、エフェクト出てなかったんですけどね、はい、まあ打ち変更しちゃったのかな、あれは飛びが怪しかったですからね。さあまたリザードン、あ、当たらなかった。今のは上強じゃないっすね、絶対上強は化けましたね、はい、うまい、うまい、空母に刺してる。さあ嫌な距離が続く。ガンダッシュうますぎる。これは上投げ、それはさすがに撃墜。前ダッシュで揺さぶりをかけて内側回避を見てましたと。これモレッド怖い、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 怖い。ちゃんとジャンプで逃げましたね。ジャンプで逃げるのも結構リスクあって、タイミング噛み合っちゃったらそのまま撃墜だったんで、今の一世一代の大勝負でした。さあジャンプが分かっている。ダウンはまずいよ。これは、あー、変更が良かったですね。内側に変更することによって鶴の鞭の間の手から逃れました。うまい、後ろ空中飛びすぎ、怖いぞ。2回
まあ、あれ位置関係的に、ね、かなりゼロスーツサマスが狩りづらい位置で上一つ落としてくるんで、まあ、当たるまで何回かやってみようと。で崖から離したところでニュートラルに戻してっていう、クリティカル当たれば今の撃墜でしたよ、はい、あさすがに必殺撃墜していく。崖がうめえわ、プレッシャーが、プレッシャーがえげつないっすよこれ。1試合目と2試合目の5試合のこうなんていうんですか展開っていうのが全く異なってたのが結構面白くて、1試合目はまあジャストシールドでアドレー選手がねかなりこうバチンバチンと取っていた感じがしたんですけども、2試合目はもう黒選手が一方的に空への押し付ける展開ばっかり目立って、はい、なんでしょうね、こうアドレー選手のこう強みとしては撃墜時、はい、あの自分が撃墜しちゃうよっていう場面で、でも相手も撃墜するよっていうその撃墜レースの場面ですか、はい、撃墜レースの場面で物おじせずに相手の撃墜タックや空中攻撃にしっかりジャストシールドを合わせてそこからリターンを取るっていうのを1試合目やってたんですけども、1試合目はその展開にならずにむしろ撃墜技を素当てするというよりかは黒選手が場外に出してそのまま倒しきるみたいなっていう展開の方が目立ったんで、まあ、アトリエ選手の強みが従前に生きなかったような形なのかなという、はい、試合内容でしたね。これは T 対ロン、はい、広島の U、ロンが梅村に上陸と、対するは T ですね、はい、あじゃあ変わります。じゃあ、実況おいとまさせていただきます。